おはようございます。玉坂です。いつも動画見ていただいて本当にありがとうございます。本日の動画はですね、こちら。GH5 Mark II を購入しました。タイトルちょっと詐欺ってるんですけど、本当は GH5 じゃなくて GH5 Mark II の方です。はい。購入しましたので、ビデオグラファー、映像カメラマンとして、このカメラどうなんでしょうかという話をする動画でございます。今撮ってるのが、ソニー α7-4 フルサイズのカメラなんですけども、このずっと相棒だったこのカメラと比較しながら GH5 Mark II こんなカメラだよっていうところをまとめました。例のごとく、いい点、悪い点3つずつ挙げてるので、もしご購入検討されてる方は、この動画最後まで見ていただければと思います。本編に行く前にもう結論なんですけども、このカメラ映像でカメラを始めたいなと思っている方には最高の一本だと思います。最高の一本というか最初に買うカメラとしてすごく適しているなと思います。はい、じゃあ本編に入るんですけど、今日の本編はソニー α7-4 とすぐ隣に GH5 Mark II を並べて、同じ絵を見ていただきながら比較動画を撮っていきたいと思います。ちょっと残酷な比較なのかもしれないですけど、最後まで見ていっていただければと思います。では本編どうぞ。はい、では本編いきたいと思います。今日はこっちが α7-4 で、こっちが GH5 Mark II の映像でございます。音声は α7-4 に外部マイクつけてるので、そちらの音声を使っております。撮影条件は同じにしていて、24mm、50分の1のシャッタースピード、F は4固定、ISO は1600で撮っています。で、カラーモードは今日はグレーディングしません。どちらもスタンダード、標準のまま使っています。まずはですね、このカメラ GH5 Mark II どこで買ったかと言いますと、マップカメラの中古で A 品を買いました。レンズ、今撮っているの純正レンズ、キットレンズなんですけども、それが1本ついて中古で15万と少しぐらいでしたね。はい。じゃあ早速いい点悪い点いこうと思うんですが、今日ちょっとお話ししたいことがたくさんあるので、カンペがありますので、ちょっとここ見てるんですけど、すいません、ご了承ください。まずいい点1つ目、マイクロフォーサーズなので、ピントが合いやすいです。 GH5 Mark II はマイクロフォーサーズというセンサーを積んでいます。ソニーの α7-4 はフルサイズというセンサーを積んでいます。で、その何が違うかっていうと、センサーの大きさが違うんですけども、センサーが大きい α7-4 は、暗いところでも結構綺麗に撮れます。で、結構後ろがボケやすいと言われています。で、マイクロフォーサーズは、暗いところそんなに強くないんですけども、センサーが小さい分後ろがボケない。ボケないっていうことは、ピントが合わせやすいっていうことですね。で、そのピントが合わせやすいっていうのがめちゃくちゃいいんですよ。現場で投入して使ってる感想なので、ピントがずれづらいっていうのはすごく良くて、現場によってはそのピンボケさせられない場面っていうのが結構あるわけですよ。もうここ外せないやっていう、もう一回演技してもらうとかないからなこの現場みたいな時に、ピントが外れないっていうのはめちゃくちゃ良くて、すごくいい点だと思います。で、あのデメリットの方でも言うんですけど、あのボケはしないんですよ、その分フルサイズに比べると。なので、作品とかそういうのを作りたいっていう方はちょっと向かないカメラなのかもしれないですけど、言うてもそれってフルサイズと比較してボケないっていうだけなんで、ズーム側に持ってった時とかちゃんとボケますんで、その辺はご安心いただければと思いますし、レンズによってもその辺は変わるので、そこまで気にするものかなっていう気はします。では続いて2点目ですね。手ブレ補正が異常に強いです。五軸手ブレ補正とかいろいろ規格があると思うんですけれども、そういうの言っても伝わらないと思うんで、単純にこれぐらいです。めっちゃブレないんですよ。体感的にはですね、ソニーの、α についているアクティブ手ブレ補正注文があるんですが、相当ボケない、相当ブレないんですよ。ジンバルかよこれぐらいと同じぐらいブレないです。もう手持ちで全ていけるなというぐらいにはブレないので、この手ブレ補正の強さが、中古で15万だったんですけど、15万で手に入るっていうのはちょっと破格と思います。本当に手ブレ補正強くていいですね。はい、続いて1点3つ目なんですけども、4K60p まで撮れます。さらに、30p まで、 4K30p までだったら 422.10bit という綺麗な
絵で撮れるということですね。出ましたって感じですね。カメラマン、ビデオカメラマンだったらみんなが気になる 60p のところなんですけども、 4K で 60p 撮れたら十分じゃないですか。 α7-4 とほぼ同スペックだと思っていただいて大丈夫です。もちろん 120p 撮れないので5倍スローモーションとかは撮れないんですけども、ただその GH5 を映像マシンとして導入しようって考えている方は 120p のスローモーション使わないんじゃないかなと思うんですよね。 α7S3 とか FX3 とかああいうスローモーションを使う表現の方って多分こういう現場カメラマンとかじゃなくてがっつり制作してるとかそういう方が多いと思うんですよ。だから GH5 に 120p 乗ってなくても多分そんなみんな困んないんじゃないかなと思うんですね。むしろこのスペックが15万円で手に入るのは素晴らしいんじゃないかというところで、いい点として挙げさせていただいております。そして4-2-10bit ですね。なんじゃそりゃっていう方もいると思うんですが、とにかくすごく綺麗な色で撮れるということです。8bit っていうのがあるんですが、 8bit より 10bit の方が残ってる色の情報が多くてめちゃくちゃ綺麗ですっていうことなんですけど、編集の時も色が綺麗に出ますっていうことですね。で、色の問題で言うとソニーとの色合わせはぶっちゃけ結構しんどい、難しいです。合わないってことはないんですけど難しいです。ただ単体 GH5 単体で見た時にはすごく自然な色で、こう現場の雰囲気というか現場の色がちゃんと記録されてるなっていう印象です。で、ログも撮れるんですけど、ログとか HLG で撮った時もめちゃくちゃ戻りが良いし、ダイナミクス、その白飛び黒つぶれの粘りっていうのもかなりあるんで、まあ現場とかでその設定してる時間ないよとか、ちょっと甘い感じになっちゃったとしても、HLG とかで撮っておけば、まず問題なく戻ってくるんじゃないかなと思います。今のところ失敗したっていうケースはないです。はい、いい点実はですねまだまだあるんですけども、ちょっと後半それはお話しするとして、一番いいなと思っているところ3点がこれですね。続いて気になる点なんですけども、まず気になる点1点目、先ほどもお話ししましたけど、そのマイクロフォーサーズっていうセンサーなのでちょっと暗いところ弱いです。ただ暗いとこ弱いって言ってもフルサイズセンサーに比べたら暗いところちょっと弱いかなと思うだけで、実際この1ヶ月でちょっと薄暗い会議室でのセミナーとかも撮りましたし、携帯販売ショップそんなに明るくないですけど、ああいうところでも照明たかずに撮ったりっていうシーンもあったので、全然使える絵が出ます。なのでフルサイズと比べてちょっと物足りないところがあるだけで、そんなに問題はないかなと思いますが、照明が焚けないっていう場合にだけちょっと厳しくなるので、デメリットとして挙げさせていただきました。はい、続いて気になる点2つ目ですね。絵がどことなく業務的な感じがします。それがデメリットなのかいいことなのかっていうのは使う人によると思うんですけれども、僕はもともとソニーの α7-4 を使っていたわけで、ライブ撮影とかMV とか作品を撮るっていうことがすごく多い人間でした。人間でしたっていうか今もそうなんですけど、やっぱりその後ろがボケるトロトロの絵っていうのが恋しくなるシーンがあります。 GH5 を使っているとやっぱりそういう絵ってどうしても出づらいので、なんかどことなく業務的だなと感じますね。ボケっていうのは良くもあり悪くもあると思うんですけれども、被写体を浮き出させたい時とかっていうのはやっぱボケ使いたくなるので、レンズにもよるんですが、 GH5 はそういう作り込んだ絵っていうのは、なかなか出づらいっていうところはデメリットなのかなと思いました。はい、続いて気になる点3つ目ですね。バッテリー持ちがちょっと心もとないかなと思います。はい、バッテリー持ちがどれぐらいかと言いますと、だいたい検証した結果なんですが、映像を回しっぱなしで置いといて2時間半いかないぐらいです。でセミナー撮影とかってなると2時間半ギリ怪しい怖いっていうところがあります。もうプラス 1,2 時間あるといいなと思うんですけど、ただそうなってくるともう業務機買ってくれよっていう話になってくるんで、まあまあまあ高望みというか期待しすぎなのかなとは思ってます。高機能な分手ぶれ補正とかもあるしね、バッテリーが食うのかなとは思うんですけども、普通に
このボディの小ささでこの性能が乗ってて2時間持つっていうんだから十分だなとは思うんですけども、ちょっと心もとないっていう思うシーンがあるので、そこだけちょっとデメリットとして挙げさせていただきました。まあ解決策としては、バッテリーを買いますだったり、俺今3つ持ってるんですけど、そのレック止めれないっていうシーンだったら、あれですよ、こういうねダミーバッテリーって売ってるので、ダミーバッテリーってそのバッテリーのところに挿して電源から引っ張るっていうアイテムなんですけど、電源もらえる現場であればダミーバッテリーを使うっていうのも手だと思います。ちなみに熱暴走の話なんですけども、2時間半回しっぱでも GH5 は熱暴走全然しないです。 4K でもしないです。どっちかっていうとバッテリーが先に行くって感じですね。ソニーに関して言うと、α7IV はフル HD でも1時間半持てばいい方です。バッテリーがとかじゃなくて熱暴走で止まります。で、後ろにファンをつけて使うこともあるんですけども、ファンをつけてると、それでもね、2時間行くか行かないかだと思いますね。ちょっと熱には弱いっていうところは α7IV です。参考までに。いかがだったでしょうか。だいたいこんな感じなんですけども、実際どうですか皆さん、この比較で今出してましたけども、まあちょっと違う部分もあるかなとは思いますが、使用用途によって選んでいただくのがいいかなと思います。参考になれば幸いでございます。はい、まあ、ここからちょっと雑談なんであれなんですけども、以前こちらの動画でね、ソニーの α7III を手放した末に買ったのがこの GH5M2 でした。ソニーの α7III 初めて買ったカメラなんですけど、あれその動画の30分制限が本当にきつくて、でバリアングルもついてなくてっていうので、写真機としてはすごく優秀なんですけど、映像マシンとしてはちょっと心もとないなという機会がありました。で、映像に振り切ったカメラとしてこの GH5M2 買ったんですけど、本当にいい。映像特化すぎて本当にいい。とにかく使いやすいし、軽いし、取り回しいいし、なんかキットレンズ 24mm から 120mm まで使えるんですよ、これ。12mm、60mm っていうレンズなんですけど、マイクロフォーサーズのセンサーにつけると画角2倍になるんで、24から120mm っていうレンズになるんですね。24から120あったらさ、何でも撮れるやんっていう感じなんですよ。本当にこの1本でよくて、ずっとこれで使ってます。あ、ちなみに、α7IV についてるのは 24-105mm の G レンズです。それ言うと絶対シャープさとか解像度絶対こっちなんですけど、もう、ほぼこのレンズと同格と言っていいと思います。はい、それぐらい便利ですごくいい買い物したなと思っています。なので、仕事で映像を撮りたいよっていう人には本当に1本目超おすすめです。で、これ周りで持ってる方多いですし、俺が例えば仕事発注する機会とかも最近あるんですよ。皆さんありがとうございます。仕事お願いしますとか、ちょっと一緒に撮りに行きませんかって言った時に GH5 持ってるっていう方がいたら、あ、いいね、助かるわって言ってお願いしやすくなるとか、その友達、 GH5 を持っている友達が言ってたのは、 GH5 8台ぐらい持ってるっていう制作会社もあるらしいので、仕事とか現場っていう目線で見るとすごく信頼されてるカメラなんだなと思いました。そういう意味でもすごくいいですね。では今日の動画は以上でございます。皆さん参考になりましたという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、あとコメントで何かあれば教えていただければと思います。それでは最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。